やーいやー、遠からんものは音にも聞け、近くば寄って目にも見よ。尾張名古屋の名物は名古屋城か、それのみならずこの地に伝わる人の歴史、歴史文化の豊穣は日の本に誇る唯一無二。人類発祥その時からこの地には人が住んできた。時代を超えて紡いできた名古屋の魅力にやっと感銘。今日も存分に楽しんでちょうりゃ名古屋。さあということですね、皆様お待たせいたしました、やっと亀井文化祭2016芸どころ町中披露、本日11月6日の会を行ってまいりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。迷わずに来られましたでしょうか。迷いました。警備員さんに聞きましたか。聞きました。僕もね、どこかなと思ってね、ちょっと迷ったんですよ。そしたら別の方がどこでやってんのって警備員さんに聞いてたもんですから、聞き耳を立ててこっちまで来たんです。なんとかね、大きな声を出して遠くの皆さんをね、こちらに呼び込みたいなというふうに思ってるんですけども、申し遅れました。私本日司会進行を務めます、名古屋のタレント丹羽智則でございます。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、このやっと亀文化祭、やっと亀大使のボランティアの皆さんですね、お手伝いをいただいております。一緒に MC をしてくださる、方に自己紹介していただきたいと思います。どうぞ。はい、同じくやっと亀大使を務めさせていただきます、伊藤隆俊と申します。よろしくお願いします。伊藤君はいくつですか。今21です。21ということですね、はい、大学生なんですね。そうですね、大学3年生です。大学3年ということですね、一番忙しい時に、わざわざこちらに来てくださったということですね。ありがとうございます。今日、なんでこのやっと亀文化祭に参加しようと思いますか。はい、僕今アルバイトをしまして、そのアルバイト先が円頓寺商店街の西朝日っていう喫茶店とゲストハウスをやってるお店があるんですけど、はい、そこで街づくりとか街の人と関わることを一緒にやらせていただいている中で、はい、僕もそういう名古屋に携わる仕事がしてみたいと思って、このやっと亀大使に応募しました。なるほど、いかがですか皆さん、この志の高さ。ね、僕なんかね、場所が分かんないので事前に調べとけっていう話なんですけどね。そういったなんかこの若い力で一緒にやっていきたいなというふうに思います。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この間も一緒になりました。さ、このやっと亀文化祭はですね、名古屋芸どころというふうに言われているんですけども、一般的な生活の中ではなかなか、そういったものに触れる機会がないんじゃないかということで、こういった街中に舞台をしつらえて、そして皆様に気軽に伝統文化を楽しんでいただこうという趣旨でございます。本日はですね、これから、まずは津軽三味線、そしてお座敷芸、アウタ、ストリート歌舞伎というふうにですね、 4つ立て、非常に盛りだくさんになっております。ですのでですね、皆様には、この後最後までお付き合いいただいてですね、楽しんでいただきたいと思います。ちょっと冒頭から話が長くなりましたね。この間一緒にやった時はね、話が長いって言って後で怒られたんですよ。なのでパッパッといきたいと思います。それではですね、この後伊藤君は何か楽しみにしているものはありますか。そうですね、津軽三味線、お座敷芸、羽唄、歌舞伎とどれも素晴らしいものばかりだとは思うんですけど、はい、ぜひ最後の鳥の歌舞伎見ていただきたいと思うので、歌舞伎に興味があると、はい、興味あります。でも全部抑えるあたりがいいでしょ。私はですね、そうですね、実はお恥ずかしながら羽唄ちょっと初めてなので、そういったあたり楽しみにしていきたいなというふうに思ってます。それではですね、よろしいですか、最初に参りましょうか。最初はですね、津軽三味線の、田中勉さんにご登場をいただきます。津軽三味線というのはですね、江戸期に、外国から輸入されたというような、まあ比較的新しいといえば新しいものでございますが、まあそちらどのような演奏が聴けるのか、皆さんお楽しみいただきたいと思います。それでは参りましょう。津軽三味線で田中勉さんです。どうぞ。迷った。ここで合ってる？合ってる。合ってる。あれ？
あんまり人がうなずいてないけど、俺間違えたとこ来ちゃった。大丈夫、ここやっとこめ文化祭の今日の会場ですよね。会場です、合ってます、迷った迷った。いや、もうみんな迷うんですね。なんとか田中さんの演奏で引き寄せていただきたいと思います。そうですね、お願いします。ということでございまして、トップバッターを務めさせていただきます、三味線アーティスト田中勉と申します。よろしくお願いいたします。津軽三味線がどうとかこうとかという話も応用していきますけど、まずはご挨拶代わりに一曲お届けをさせていただきたいなと思います。津軽ジョンカラ節キューフシという曲でございまして、奥の床の間を花で飾る、私は舞台を歌子で飾ると、そんな歌詞で歌われることがあります。日本の民謡というジャンルの音楽でございます。それでは津軽三味線の原点でございます、その津軽ジョンカラ節キューフシ、まずは自己紹介代わりにお届けをさせてください。これハイパスって入っとる。じゃあ100ぐらいからバッサリ言ってください。皆さんハイパスって知ってます？もうそんな説明いいですね。三味線関係ないからね、音響のね、そういうやり取りなんですよ。はい、詳しく聞きたい方はこれ終わったら私裏にいますよ。ちなみに昨日も見に来てくれた、このやっとこの文化祭来てくれた、あ、ありがとうございます。思ったより少ない。寂しいぞ。あのね、これ我々芸人はですね、こうやってこうね、国や県の事業でやってるわけですから、こういう伝統芸能をですね、分かりやすく道端で皆さんに聞いていただいて、興味を持っていただいて、そしてまたお運びを、劇場にもお運びいただくというのがですね、我々の仕事なんですけども、どうやら昨日も見に来てくれた方少ない。まあいろんな人に見てもらうというのがまず第一ですから、どうぞ今日も4時過ぎまであると思いますが、お楽しみいただきたいなと思います。よろしくお願い申し上げます。この津軽三味線という楽器、生で聞かれたことあるという方お目になりますか？あ、結構4分の1ぐらいですね。私生まれも育ちも三重県でございまして、青森には3回しか行ったことがございません。だから津軽三味線と言いましても偽物でございます。まあ、そんな偽物が次にお届けしますのは、ちゃんと後で本物が登場しますから安心してくださいね。次は津軽三味線の曲弾き、最後お届けするんですけど、この津軽三味線というのもともとこれ持ってですね、皆様の家々を訪ねて弾いて歩く門付け芸というのが、元々の発祥でございます。で、まあ、確かに今こんな講座から失礼をさせていただいておるんですが、皆様の大体今の時代にですね、皆様の家に行っても大体迷惑になるんですね。でもそれがこの三味線の演奏スタイルを生んだんです。何かと言いますと、即興音楽でできておりまして、お客さんとやり取りをしながらですね、その場で曲が出来上がっていくというのがこの津軽三味線の演奏スタイルでございます。
例えば歌舞伎とかですと、中村なんとかさんが出てくると、いや中村やっていうね掛け声が決まったこういう大向こう、これがまあその格向きを見る時のなんていうんですか、こうまあ楽しみ方のコツですね。例えば何わ節だとかっていうとですね、何わなくとも、よっめ調子とか日本一とかたっぷりとかも掛け声決まってるんですけど、津軽三味線のやり取りは至って簡単。私が頑張る箇所で拍手をしていただければそれだけで結構でございます。でこれがねその拍手でもってこう盛り上がると、私もあ喜んでもらえる持ってるんじゃないかと思ってですね、さらにいい演奏になりますし、あ何も反応がないなと思うとですね、あの即興ですから開始8秒で終わることも可能でございます。その辺をご理解いただいてですね、大人の事情をご理解いただいてですね、盛り上がっていただきたいなと思うんですが、皆さん拍手の準備の方よろしいでしょうか。 ありがとうございます。こうやって盛り上げるのも仕事ですからね。ちょっと練習してみます、どういうところか。こうやってね、演奏が盛り上がってくる箇所があるんですよ。まだちょっとこう一しきりこうあって盛り上がってくる。そういうとこ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 大事よ大事よとかね。遅い遅い遅い、もうちょっとなんかこう入ったなっていう時にこう逆に文句つけるじゃどういうことやってるんだよございますが、こういうやり取りをしながらですね、津軽三味線の演奏が出来上がってくるわけでございます。それこそが昔門付け芸として家の人とやり取りをしながら、家の人に少しでもお金や、お米なんか食べるものをもらうためのその工夫だったんですね。そのやり取りをですねこの場で再現していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして拍手のする箇所が分かりづらいわっていう方、どこで拍手をしていただいても構いませんですが、まあ一応大体目安みたいなのがあるので、目安のところは私顔で合図をしますぜひともそれにですね、従っていただきましてお楽しみいただきたいなと思います。それでは気合を入れてまいります。津軽三味線の曲弾き、津軽三味線の真骨頂でございます。聴いてください。
汗が大丈夫なのか鼻水が大丈夫なのかちょっと置いておきまして、そんなわけでございまして津軽三味線の曲弾きでございました。ありがとうございます。昨日もご覧になっていただいた方ちょっと今から黙っといてくださいね。やっぱりこの演奏者というものお客様に拍手をいただくというのは本当にエンターテイナー冥利に尽きるわけでございます。今日のお客様は本当に素晴らしくてですね、私42年生きてきて今の曲が皆様の拍手のおかげで一番いい曲になっちゃうんじゃないかなと思います。ありがとうございます。業務連絡、昨日もご覧になっていただいた方、昨日も一緒の話をしていたことは内緒にしておいてください。そんなわけでございまして津軽三味線の曲弾きでございました。皆さん徳川へ行かれたことあります？はい、あそこにはですね龍泉という龍泉の滝という滝と龍泉湖という湖があるんですね。なんと300年も昔にですねそこ人工にあの山の上にその湖はお座敷の池として作られたそうでございまして、そしてなんとその湖に注ぐ滝にはですね、上に当然小川が流れておりまして、その小川の向こう飛び石の向こうに茶室があったそうでございます。そしてその茶室に行くには当然その小川のですね飛び石を渡るわけですが、なんとその飛び石を踏むとからくりでその滝の水が増えて、そして、その客人をもてなしたと。そんな今もですね時間帯によってはその水を増やして滝が大きくなるんですけども、そんなですね、こう名古屋人のおもてなしの気質をですねこの津軽三味線と融合させてみました。というのは、その龍泉の湖、称える湖にですね私は曲を
つけたんですね。その流星のそのおもてなしの心とその流星の綺麗な湖面をですね曲にしたためたわけでございます。っていうと聞こえはいいですけど、タイアップでございます。バーターでございます。そんなわけでございまして、その流星という曲、私のオリジナル曲でございます。聴いてください。こうまあ、演奏家はいろいろ人によるんですけど、こうやって切れると困るから三味線3本しかないですからね。ギターは切れても、まあ、他5本ありますからいいんですけど、三味線をこうやって1本切れてしまうと結構大変なんですね。それでも全く演奏に差し支えることがなく弾いてしまうという、この私の凄さ。
で、まあ、神経質な人は切れると困るので、演奏前にですねこうやってちゃんと糸をね変えたりするんですが、私はこういうトラブルも笑いが拾えると思って変えました、はい。なかなか見れないですよ、この三味線の弦をライブで変えるっていうなかなか見れないと思いますからね。皆さん、いや写真撮っててくださいよ。Facebook 上げてくださいね、Twitter とか。ちょっと予定を変更しまして、ここでですね、そのマル秘ゲストを登場してもらおうと思います。私ですね、三重県人と言いましたが、なんで三重県人が津軽三味線を弾いているのか、そして三重県人がなぜこの名古屋のやっとこめ文化祭にお邪魔しているのか、まあいろんな理由がある、政治的な理由とかねいろいろあるんですけども、私、実はこの津軽三味線を演奏しているのは嫁が津軽民謡歌手と言いまして、津軽の民謡って独特なんですよ。普通こう楽器っていうのは伴奏するため、まあ、もちろんインストルメンタルってさっきみたいに楽器だけのやつもあるんですけども皆さんよく知ってる、ね、歌謡曲とか、ポップスなんかで大体20秒30秒前奏があって、そして1番があって短い間奏があって2番があって長い間奏があって3番があるので大体4分とかねぐらいなんですけど、津軽民謡の場合は例えば歌が4分あるとすると前奏も4分あるんですね。では寒いところの楽器ですので、やっぱ負けず嫌いの気質が非常に強くて歌より目立ってやろうというですね、そういう精神なんです。だからこうやって三味線だけで演奏するんですが、登場するのはですね私の甥っ子坊主でございまして、中村浩輝と言います。よろしくお願いします。この4月からですね、中学校に行きまして、昔は可愛かったんですが、今はですねこれはまあ何も考えずに見ていると、まあね、ちょっとした男前だと思うんですけども、これはまあ楽屋に裏に行きゃひどいひどい、やれうんこだちんこだって、やれ今日は袴脱いでケツ出していいかとかね、散々そんなことを言うんですね、はい。まあ、ですけども実は数々の三味線の大会で優勝しましてですね、もうね三味線は私より全然うまいです、言っときますけど、そんなですね、なんか喋ったらこんにちは、どうもこんにちは。裏でずっと緊張してました。久しぶりに声まで弾けます。でその三味線もやっぱ目立ちたいわけですから、また三味線奏者だけでですね戦ったりするんです。これ戦いと言いますと、まあ、演奏ぶつかり合うわけですけども、それを今日はちょっと再現してみたいと思います。実はこの津軽三味線、今はこの太棹と言いまして、義太夫でというですね日本の古典の音楽に出てくる楽器をちょっと改良したというかものが津軽三味線と今言われておるんですが、昔はですね三味線って大きく分けて3種類ございまして、これ一番大きいやつなんです。だけど本津軽も昔は細いやつを弾いてたんですけど、ある時やっぱり三味線同士だけでこうやって戦うようになったんですね。俺のが達者だと、いや俺のが達者だと言って、その意地のぶつかり合いが、いやこっちのでっかい三味線の方がいいんじゃないかっていう話になってですね、今はこれが津軽三味線として定着したわけでございます。だから楽器が大きくなるとバンバン叩いても大丈夫ですし、そして奏者によっていろんなお前には負けねえという特徴があったりですね、しますので、今日はそこにスポットを当ててですね、2人で演奏してみたいと思います。なのでまずはこの合奏って言いまして、津軽三味線、2人で、まあ、似たような感じのものを弾く、まあ、それも1曲トラッドなものがトラディショナルがありますので、6段という曲を、まあ、3段まで、演奏して、あとはですね私の、まあ、独奏はさっき聴いてもらいました、後期の
独奏を聴いてもらって、そしてその後ですね、乱れ弾きって言いました。これもお互いにアドリブ即興で曲を組み立ててまいります。皆様の応援が鍵になっておりますよ。はい、それではまいります。大丈夫？大丈夫です。Thank you.
なるほどね。で3回も糸切れるってな、すごいですね。すごいですね。皆さんこんな多分ね200年生きてもこんなことに出会えないと思う。私もこれ20年やってますけど1回は切れたことあっても人の分まで合わせ3回切れたってのはまあない。まあでもせっかくなんでこれ、まあ、意地と意地のぶつかり合いという話をしましたけど最後にそれをですね、アドリブで即興でお届けをしたいと思いますのでちょっと待ってくださいね。皆さん津軽三味線に興味を持っていただけましたでしょうか。そして ありがとうございます。日本の伝統芸能に興味を持っていただけましたでしょうかということでございまして、興味を持っていただけたら私の仕事はミッションクリアでございます。はい、この後もですねお座敷芸なんかが登場するんですが私実はその名古屋の芸者さんたちが私が作った曲をやっていただいていたりですね先ほどここでかかった冒頭にかかった曲も私が、アレンジと言いまして、まあ、編曲をしたんですね。そんなご縁をいただいて名古屋に来ております。そんなわけでお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。そしてこれは個人的な宣伝なんですが11月の23日暇でしょ。名古屋 その民謡家を一手に集めまして、市民会館大ホールなんかフォレストホールって言ったんだっけ大道徳志向なんとかなんとか
そこでですね、この後期をはじめ、その私の嫁とか、実は後期のお母さんというのは民謡歌手でございまして、そして後期のおじいちゃんおばあちゃんも民謡歌手なんです。まあ、この会場どっかにいるんですけど、多分今指をさすと化粧をちゃんとしてないからやめろとまた言われますけど言いませんけども、そんなわけでございまして、そんな中村一家と、あ、ちなみに私弾きません私は企画構成でも走り回っておりますので私は弾きませんけども、そんな演奏をお楽しみいただけたらなと。あった忘れてきたのかと思った、いる人少ない2枚しかない、あ、よかったら持ち帰ってください。あとでそこでお渡しします。あ、ここで置いときますので他の演目楽しんでいただきたいので、はい、そんなわけでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。津軽三味線荒笠智さんと、そしてスペシャルゲスト中村幸喜、はい、さんでした。今一度大きな拍手を。ありがとうございました。こういうライブならではのことでございますね、こういったことはね。でさあ、もう楽器はすごいすごかったですよ、もう表情から、ね、俺こう負けないぞって思うのは、もう取る笑いは俺は絶対それを大落ちでそんな、あんな後ろベロンなのとかある？そこ勝負ですか？あんなずるいわ。いいじゃないですか、乱れ引きで、勝てば乱れ引きで袴まで乱れちゃう、ね、しかもなんか負けないぞとばかりに弦まで乱れちゃって、ね、俺の方がすごい切り方だなんていう俺が1本切ったら2本切りながらこっちは2本切るぞなんこれ1人だったらもう無味線になってますからね。いや、そうですよね。いや、でも1本切れたところで皆さんすごい全く遜色ないぐらいの演奏でしたよね。全然気づかないぐらいのことだと思います。そうかもしれないですね。ありがとうございます。だから逆に凄さを見せていただいたっていう感じもいたします。よかった。でも皆さん美味しかった。美味しいと。いや、本当にそう思いましたよ。なんかそう思わなかった？思いました。思いました。ちょっと言わされてる感なんか。大丈夫か？大丈夫。大丈夫ですよ、ね。もう満面の笑顔で言ってくれました。いやー、本当に素晴らしい。そして、23日もそうなんですけども、あ、そうそうそう、19日ですね、はい、19日の土曜日13時からですね、はい、暇でしょ、おそらくそうかと思われますですのでね、こちら熱田の4モール熱田ですね、はい、11月今月19日土曜日13時からですね、そう、4モール熱田にてもう一回このやっと亀文化祭内 で、はい、での、芸披露ありますので、ちなみにね、私の嫁もこのやっと亀文化祭に出てまして、今アートピアホールの方で今本番中でございます。あ、なるほど、はい、だから俺勝ったなっていう感じいや、でもその時にはですね、ぜひ皆さんですね、うん、そうですね、もう前も見た人って言った時にバッと全員上がるよ、ね、ね、少なくともここにいる方々には、ね、お越しをいただきたい、出席を作っておきますでございますので、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ガルジャニセン素晴らしいものを見せていただきましたけど、はい、この後もどんどんですね、続いてまいりますので、皆様、引き続きお楽しみいただきたいというふうに思って